メーション。有馬富士自然学習センター剛くん情報。有馬富士公園の驚き発見いっぱいの自然情報や楽しいイベント、そして展示情報、またジャンボクワガタ剛くんの秘密情報などもお届けする番組、毎月第3水曜日のこの時間にお送りしています。今日は障害学習支援課学習指導員の広田さんにお越しいただきまして、今の有馬富士自然学習センターの様子、そしてイベント催しなどご紹介いただこうと思っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、まずは今の様子なども含めましてお話し始めていただけますか。はい、夏休みもそろそろ終盤ということで、いよいよなりましたね。はい、前半から宿題のお問い合わせは、はい、いろいろいただいてるんですけども。あ、やはりそうなんですね。はい、終盤に近づくにつれて、ちょっと切羽詰まった親御さんの方がかなり真剣なお顔でお越しになられる場合が多いですね。そうですか。はい、でその順調にされている方ももう少し遊べる期間だということで、はい、そうです ね、また行かれていると思いますけど、はいはい、毎年の夏休みの中でこう見ますと、はい、今年はどんな特徴がありますか。お子さんの様子も含めて。今年はそうですね、お客さんの来館者数は同じぐらいだと思うんですけども、やはりちょっとお天気が恵まれなかったということで、はい、台風もございましたね。はい、途中で警報が出ていますよというご案内をしたりとか、雷が鳴ってますとかいうふうにちょっとご案内して避難していただいたりとかですね。そうか、自然のところですからね。はい、そうですね。はい、でまあそういう天気予報などを見ながら、これぐらいだったら外に出れるかなというのもほとんど毎日天気予報とにらめっこになりました。そうですね。はい、ちょっとまだ不安定な ね、お天気続いてますのでね。はい、で今の有馬富士公園学習センターの方はいかがでしょう。自然学習センターの方は、はい、先月はニンニゼミとかそうでしたね、油ゼミとかクマゼミが元気よく鳴いていましたというご案内を差し上げたかと思うんですけども、もうすでに虫の鳴き声も違ってきてまして、変わってきましたか。はい、つくつく帽子が結構鳴いてますね。つくつく帽子ということは夏の終わりを告げ始めますね。そうですね。宿題をやりなさいよというふうに私は子どもの頃ちょっと聞こえてたんですけども、はい、で夕暮れ時になると日暮らし の、 セミシグレカナ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 っていうようなのとかがよく聞こえています。今年ねちょっと私まだ聞けてないんですけども。そうですか。涼しい音色ですよね。そうですね。はい、今日なんか珍しいものをお持ちいただいたと伺ってるんですが、はい、虫の音をサンプリングされて音楽を作ってらっしゃる方がいらっしゃいまして、中瀬子俊さんという方の、音源というか、これ音楽なんですけども、はい、虫合わせという、虫合わせ、はい、つまり今おっしゃったように虫の声をそれぞれ取ってきて、はい、それをこううまく音楽に仕上げていくというか。そうですね。はい、中に出てくるのは日暮らしとか林の馬追いとか、はい、クツワムシですね。あとマダラスズという、はい、ちょっと、秋の虫というか、秋の音色も入っておりますので、ちょっとご一緒に聞いていきたいと思います。ガチャガチャガチャ、クツワムシ、はい、クツワムシですね。でスイッチョンって聞こえているのが林の、スイッチョン、スイッチョン、ステレオでちゃんと入ってますね。で日暮らしが涼しげですね。そうですね。全体で1分半ぐらいあるものでしょうかね。1分あるという。なるほど。日暮らしから始まって、はい、そして日暮らしで終わっていくという、はい、そうですね。じゃあこれ以外にもまだまだ、はい、たくさんありますね。
蜂の飛ぶ音ですとかね、はい、あのいろんなタイプの虫の音を追いかけていらっしゃるようなので、今日特にあの分かりやすいのをね、はい、あのお持ちいただいて皆さんとご一緒に聞いてきました、はい、少し秋にも聞こえる、音が入っているということですね、はい、もう一度ご紹介いただけますか。先ほど最初に聞こえ始めたのが日暮らしですね、はい、で、スイッチョン、スイッチョンって鳴いているのが林の馬追い、はい、で、ガチャガチャガチャありましたね、はい、本当はもっとうるさいんですけど靴は虫です、はい、もう歌の通りですね、ガチャ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 、はい、靴は虫と。ちょっと私聞き逃しましたが、マダラススという、はい、虫も入っているそうなんです、あ、そうですか、はい、これからはじゃあ、自然学習センターではどんな秋の虫が。あ、そうですね、学習センターでも今朝夕は虫の声もだんだん聞こえ始めてますね、先ほどの林の馬追いとか、あとはキリギリス、キリギリスもよく似た音なんですけど、まあ、文字で書くとギースチョンってなりますかね、スイッチョンじゃなくギースチョンという、はい、もうちょっと深みのある音なんですね、はいはい、あとはチキ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 とささきりですとか、はいはい、あとそのジーというこうなんていうんですかね、長い音で地味なあの虫もたくさんいます、はい、あの夏の夜ね、そういえば、はい、母なんかと一緒に散歩した時にそういうジーっていう、はいはい、その虫ですか。そうですね、あれはなんていう、あれなんていうのかなちょっと今思い出せないですけども、はい、はい、有馬富士公園にはそのキリギリス図鑑っていうのもありまして。そうなんですね、はい、1と2と2つありまして、はい、そこにはそのキリギリスの鳴くカレンダーもついてますの で、 そうなんです、ね、ぜひそれを持って、はいはい、音を聞いていただきたいと思います。わかりました、はいはい、よろしくお願いします、はい、夏休み昔のことも思い出していらっしゃるわけですね、はいはい、でも私たちも本当今だったら自由研究、あれもできるこれもできるってイメージできるんですが、子どもの頃は無理ですね。そうですね、もう本当に見るもの見るもの珍しいですし、で、まあ、興味がこうコロコロ変わるっていうのもあるでしょうし、親御さんのこう思いとちょっと違ったりとかですね、はい、聞いてるとなんかこっちがもう一遍小学生になってやりたいなっていう思います。読書感想文なんかもなかなか難しいと思うんですけど、はい、いかがでしょうね。そうですね、読書感想文を今もう一度書きなさいと言われたら、読みたい本があるんですけれども、何でしょうか。怪談の作者小泉八雲の随筆なんですけれども、はい、虫の音楽家たちというタイトルの随筆がありまして、そうなんですか、はい、小泉八雲さんはね、別名というか元の名前がラフカディオハンで、はい、外国人なので、日本のちょっとした習慣とかそういうものをすごく細かに観察されて、たくさん随筆を残されているんですね、で、昔の日本人が自然の音をそのまま聞くのではなくて、竹かごの小さい虫かごにこう入れて飼って、キュウリとかナスを刺して餌をやって、わざわざまあお座敷の中でそういう虫の音をめでるっていうような習慣をとても不思議に思ったというか、心を打たれたというようなことを書いておられます。あ、そうなんですね。確かに外国の方は虫の音が心地いいというよりも雑音っていうふうに聞こえるというふうなこともね、はい、まことしやかには聞いておりますけども、はいはい、それをうまく、はい、楽しむ趣を、ね、はい、持って楽しむ日本人の心というのは、じゃあ小泉八雲さんには伝わっていたという。そうみたいですね。そうなんですね、はい、じゃあぜひまだの方は虫の音楽家たち、これは子どもさんでも楽しめる本ですか、はい、あ、そうですね、ちょっと、まあ、長文というか、まあ、短編ではあるんですけど、文章自体は難しいかもしれないので、中学生高校生向けでしょうか。はい、はい、じゃあちょっとそれもヒントになさって、はい、まだ宿題追い上げ中の方はね、していただきたいと思います。じゃあぜひ展示なども関連ご紹介ください。はい、虫関連の展示でいきますと、はい、夏休み企画として三田市立図書館の本館1階で、虫編の字、はい、
夏休みムシムシ感じ展を、行っております。はい、私もこの間見てきました。 ありがとうございます。面白いですね、着眼点が、ね。はい、本当にね、小さいお子さんでも、はい、ついつい辞書で調べたくなるような、楽しい展示になってますね。で、漢字、まあ、字にもスポットが当たってるんですけども、先ほどご紹介した、泣く虫の標本を一堂に集めまして、これ有馬市自然学習センターの標本全部持っていっておりますの です、ね、ぜひ本物も眺めていただいて、でちょっと音は楽しめないので、先ほどご紹介した生き物図鑑を、持ち帰りいただけるようになっておりますので、そうなんですね、合わせて勉強してみてください。そうですね、さあ、じゃあまだまだご紹介いただく内容がございますが、次々じゃご紹介いただきましょう。虫の展示では、その、昔の江戸時代の方が書いた西山宝円という方の虫行列図という、もののレプリカも展示しています。はい、これも克明に書かれてましたね。はい、その昔の人の観察眼がすごいなと思いまして、はい、写実的なんですけど、ちょっとこう漫画っぽい鳥獣戯画のような感じですね。なんかこう大名行列を模したような感じ で、はい、で間に植物、日本古来の植物も描かれてまして、よかったですね。はい、秋の七草を持って、籠を担いでいたりとか、わらじの紐を結び直していたりとか、はい、お米の稲穂をこう担いでとか、そういうのもありますので、図画工作が好きな方はこちらがおすすめかなと思います。本当そうですね。図書館入って一番突き当たりにありますからね、ぜひ皆さんお出かけください。さて、その他いろいろご紹介ください。はい、有馬富士自然学習センターでは、ただいまご来館いただいた皆様に、気をつけようこんな生き物というリーフレットをお渡ししています。これはキッピー山の生き物図鑑というシリーズの20作目になるんですけれども、いわゆる毒虫ですね、マムシとかヤマカガシなどの毒のあるヘビ、あとはスズメバチ、アシナガバチ、あとムカデですね、毒ガの仲間、マダニ、そして植物で言いますと、かぶれる植物ですね、ウルシとかミルデとか、ハゼの木とかですね、ツタウルシなど、この野外活動に役立てていただけるようなリーフレットをご用意しています。本当に三田は自然が豊かですのでね、これからまたいい季節になってきますと、子どもさんたちだけでもお出かけになるけど、目で見ていたら、とても分かりやすく、それでって確かに怖いんですけども、嫌悪感のない上手な表現の絵ですね。いつも写真を使うことが多いんですけども、この度は鈴木悟さんという方に、イタリアボローニャ国際本原画展に入選を昨年された方に、イラストをお願いすることができまして、怖くない、写真だとあまりにもリアルなんですけど、しかも分かりやすい、そう本当そうですね、だからしっかり見て、怖すぎなくしっかり見られる範囲で、写実にちゃんと書いてありますので、手に持ってお出かけしていただきたいです ね。特徴もできるだけ小学校3年生ぐらいの子どもさんに読めるような漢字を使っておりますので、そうなんですね、大人の方から小さいお子さんまで活用していただきたいと思います。後ほどまたスタジオ前にも置けるように少しいただこうと思ってますので、外に子どもさん方行かれる時にご一緒に持って行っていただきたいと思います。続いての話題はいかがでしょう。夏休み中は三田市立三輪小学校5年生の環境保護ポスター展を実施しています。そうなんですね、展示室1と2、そして地下の掲示板にも力作が並んでいますので、ぜひこの機会にご覧になってください。あとはですね、夏休み限定の催しとして生き物タッチタイムが好評です。生き物タッチタイム、期間中の開催日は23、24、30、31、あと4日となっています。土曜日日曜日ですね、のお昼から1時から4時までです。小さなお子様を、対象にしているんですけれども、これから生き物に触ってみたいというご家族に人気を得ています。
で、経験豊かなキッピーフレンズの、大人の人がちょっとご案内しますので、はい、ちょっと怖いなっていう方でも多分大丈夫だと思います。あ、そうなんですね、はい、はい、分かりました。特に親御さんが怖いっていう方もあるそうですね、はい。あとは、沖縄園内ガイドが9月に入りまして7日と21日第1と第3日曜日に開催です。9月はまだ残暑が厳しいので午前中10時半から12時の開催となっています。参加費はお一人様100円を保険料として頂戴いたします。はい、そうしまして、あとウィークエンドセミナー、9月のウィークエンドセミナーは草木でお茶を作ろうというテーマで実施します。はい、はい、日時は9月28日の日曜日となっています。はい、1時半から3時半まで、これは事前申し込みとなっていますので、はい、またイベント情報とか、館の方にお問い合わせいただいて、往復はがきでお申し込みいただくようになっております。はい、じゃあ申し込みはお電話ではなく往復はがきでお申し込みください、はい、ということですね。はいはい、現在開催しております企画展道草にちなみまして、はい、園内で役立つ植物をご紹介したり探していただいたりというふうに、はいはい、しておりますので、あと、まあ、散策時間が半分ぐらいとなっておりまして、はい、実際にお茶になる植物を、うん、取ってきて、ちょっと加工をして、はい、試飲をしていただくと。あ、そうなんですね。はい、最後試飲までできるようなスケジュールを考えています。はい、なかなか自分一人では難しいところを教えていただきながらで、はい、9月28日に開催されますが、事前申し込みということですのでお問い合わせいただきたいと思います。お電話番号はどちらまでお問い合わせすればいいでしょう。はいはい、有馬富士自然学習センターの079-569-7727までお問い合わせください。はい、お休みの曜日はいつですか。あ、はい、月曜日が休館となっております。はい、分かりました。また伸びゆくサンダでもご紹介するそうですね。はい、はい、じゃあ9月の展示などもありそうですけども、はい、ご紹介ください。9月に入ってからですね、有馬富士の館内にはちょっと長いスロープが真ん中にあるんですけれども、はい、そこに大きな写真を10枚ほど飾っておりますが、今は生き物の写真なんですけど、今回ちょっと、建築にテーマを当てまして、土のうって分かりますかね、はい、袋に土を詰めた、あれをブロック型にして、はい、ドームのような建物を建ててらっしゃる渡辺菊間さんという建築家がいらっしゃるんですけれども、はい、その形が私たちがよく見ている生き物の巣、例えば蜂の巣だったりとか鳥の巣だったりとか重ねてね、はい、自然のものでしますから、はい、自然の巣によく似てますので。なるほど、つまり逆に自然の巣が、はい、もう出来上がった無駄のないデザインということなんですね。それを人間は超えられるのかなという気もしていますが、ね、蜂の巣が六角っていうのも、はい、無限大に隙間なく広がっていく形だっていうことですよね。はい、そうですね。あ、はい、なるほど、素晴らしいですね。テーマは星に住まうというふうにちょっと当て字になってまして、星は地球と書きます、はいはい、で住まうの巣がその蜂の巣の巣、はい、ということで、はい、そういうテーマで、世界各地で作られた土のう建築の写真を展示したいと思っています。そうなんですね、はい、それは9月何日頃からですか。はい、9月2日からを予定しています。9月2日から、はい、分かりました。じゃあ9月2日からの展示もぜひ皆さんお楽しみいただきまして、先ほどのウィークエンドセミナー草木でお茶を作ろう、こちらも事前申し込みということになってますので、お問い合わせの電話番号もう一度紹介をしておきましょう。有馬富士自然学習センター 079-559-7727、 失礼しました、 079-569 ですね、 7727 569-7727、 月曜日がお休みですのでお気をつけください。
夏休み中は朝9時から夕方の6時まで開館されてますが、はい、夏休みが終わりますと、はい、またあの5時閉館に戻りますので、1時間早くなりますね、はい、気をつけてお越しください、はい、そして宿題追い上げてらっしゃる方、はい、ぜひ宿題の質問もどしどしお寄せください、ね、はい、待ってくださってます。やはりでも月曜日お休みですね。あ、そうですね、夏休み中も、はい、そうなんです、はい、ということでぜひ皆さん今のうちに動いていただきたいと思います。さて今日は障害学習支援課学習指導員の広田さんにお越しいただきまして、いろいろとご紹介いただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この時間は有馬富士自然学習センター剛くん情報をお送りしました。有馬富士公園の驚き発見いっぱいの自然情報や楽しいイベント展示情報などお届けしてきました。次は9月17日の水曜日午後3時10分からお送りしますので、次回もぜひお聞きください。